心が。私血のさ。戦勝敗者それで死ぬ人たち。そうです。先生、こういうつどうだ。何か用か。また来てくれ。まだいろんな男と話してこうなっ。Thank you.
やっ。ここはいいですな、先生。女神などいないのだと感じさせてくれる。いえ、女神と呼ばれる何かが先生の中にいたことは承知しておりますよ。だが、こうして大修道院が壊れようと、天から罰が下されることなどない。ここに再び白き者が舞い戻ることがあるとすれば、それはただの戦争の結果であって女神の力などではないということですから。好きか嫌いかで言えばそうですな。女神は世界を正しく統治できませんでした。我が主がフォドラの覇者となるべく立ち上がったのはそのせいなのですから。力を持つ者はそれを正しく行使せよ。セイルス教団の教えの一つでしたかな。まったく、己のできぬことを人に説くとは肩腹痛いものですよ。それは道理ですな、先生。ですが、人の道理です。人ならざる身を持ち、人をはるかに超える時を生きる者の道理ではない。故に我々は人の道理によって戦うことを選んだのです。貴殿は敵に最も近しい存在。果たして最後まで人の道理によっていられますかな。頼もしい顔をしますな。思わず私も信じて背を預けてしまいそうになります。我が命は主エーデルガルト様にすでに捧げてあります。故に貴殿と一蓮托生のような生き方は決してできません。ですが、もし私に二つの命があれば、残りの一つを貴殿に預けるというのも悪くはなかったかもしれませんな。黒き鷲の王に突き従って飛ぶ肥沃の鳥のような二人に。先生、ちょっといいか。聞いてほしいことがあってよ。サソリの入れ墨を入れた盗賊団の件、俺なりに考えて結論を出したんだ。いつまでもうじうじ悩んでたって仕方ねえだろ。よし、じゃあ言うからな。やっぱ俺自分を裏切れねえなって思ったんだ。もちろんあの時の騎士や先生の言うことが正しいってことは分かってるよ。でもそれでも、もしあの怪しい男が子供たちを傷つけてたら、俺一生悔やんでも悔やみきれねえ。悪いけど死んだ騎士よりそっちの方が大事だ。
だから先生の言うことだって聞けねえ場面これからもあると思う。あ、分かってる。こんな危ねえやつ軍に入れられねえよな。だから俺出てって。え？いや、え？いいのか？軍旗を守れないかもしれねえのに。俺のやり方を通してまた被害が出ても知らねえよ。人それぞれって、はあ？それでいいのかよ。俺めちゃくちゃ悩んだんだぜ。先生とずっと一緒に戦ってきたいし、でも俺の正義も追求し続けたい。俺のやり方を貫いたら仲間に迷惑かけちまうかもしれねえ。だから、だから、いや、なんか気が抜けちまった。ああ、先生ありがとう。俺の生き方を認めてくれて、俺たちはこれからも一緒に戦い続けられるんだな。終わったよ、セット。次の目標に向け力の習得にと皇帝、参る。やぼ、戦場を広く見なくては。見えた。これで決める。レイダー。よし、勝てたね。報酬を与える必要があるかしら。戦場に立つ以上、覚悟はできている。あと何度戦えばいいのかしら。私が切り開きましょう。よっしゃー、行くぜ。掃除に行くぞ。てや
穴を開けてやったぞ。強くな。先制奇襲、有利思います。任せてちょうだい。私が負けるわけにはいかないの。かかってきな。時間を使わない。悪くない。これで戦況が動く。いい経験を得られたね。気をつけて動かなければ。これも波動を敷くため。では、国が…これも波動を敷くため。野望…デイ！
私やったぞ。掃除に行くぞ。あと何度戦えばいいのかしら。おっしゃー、行くぜ。
ドラしてやこうと。血塗られた道、私が切り開きましょう。時間を使いましょう。先制奇襲、有利思います。戦場に立つ以上、覚悟はできている。ええ、任せてちょうだい。戦場を広く見なくても。してるわね。陛下の敵は導かなくても。いつかお前にも大切な人ができたら、この指輪を送ってやるといい。さて、午後の予定は。少しいいかしら、ハンネマン殿。君か、いいとも。何用かね。なんなら我が輩の部屋に来て、紋章の研究に付き合ってもらいながら。それは遠慮します。今日はただあなたの話が聞きたくて。構わんよ。特に面白い話はないと思うがね。では
単刀直入に聞きますけれど、なぜ帝国貴族の地位を捨てたのですか？紋章の研究なら帝国内でも行っている機関があるでしょう。貴族のままガルグマクを訪れたり、教団に協力を求めたりもできたはず。確かにそれは可能だろう。だが我が輩はより良い環境を求めたのだ。教団に所属しなければ得られない情報、手にできない遺産や生遺物、我が輩にはそれらがどうしても必要だったのだよ。ですが貴族でいた方が自由に動かせる金や人の数が多いですし、王国や同盟の機密などは帝国の方が入手しやすかったのではないですか？うん、それについては否定しない。一長一短であろうな。どうやら素直には教えてくれないようですね。何のことかね。かつてのあなたは帝国のために紋章の研究に尽力していたと聞いています。しかし紋章の研究という目的は持ったまま、あなたは帝国を捨てた。その理由を知りたかったのですけれど。警戒しないでくれたまえ。いつか機会があれば君に伝えよ。おや、君と二人きりとは珍しいこともあるものだね。これはハンネマンだな。ま、あまり見ない取り合わせかもしれませんな。実は我が輩はかつて君の父君とも親交があってね。妙な縁を感じるよ。もっとも父君とは我が輩が帝国を出てここに来るときに断交してしまったが。断交して正解でしたよ。あのようなクズ、チリ、アクタのような存在とはな。そこまで言うかね。腐っても君の肉親であろう。いいえ、この程度生優しいものですよ。私は未来永劫あの者を許すことはない。それに貴殿とて腐ってもと口にしているではありませんか。私の父がどんな人物だったのか知っているのでは。それは七貴族の変のことを言っているのかね。我が輩は当時すでにガルグマクにいた。全て人捨てに聞いたに過ぎんよ。だがそれでもあのベストラ家の当主が陛下にあだなすとは信じられなかった。ええ、そうでしょうとも。アドラステア帝国の建国より1100年、フレスベルグ家を陰から支え皇帝の手足となり目耳となってきたペストラ家、その一度も裏切られることのなかった忠義の継承を父は絶った。宰相らと謀って皇帝から権力を奪い幽閉し、エーデルガルト様も。当時の陛下は七貴族と呼ばれる大貴族や外戚の特権を徐々に廃止し、皇帝に権力を集中させるべく改革を進めていた。貴族たちはそれを止めた。イオニアス陛下は負けたのだ、権力争いに。そして今度は貴族どもが負けた。エーデルガルト様の前に彼女にはこのような連鎖を断ち切ってもらいたいものだね。戦争の最中ではあるが、こうして紅茶を飲む時間は気が安らぐな。君もそう思わないか、ベルナデッタ。ん？あ、はい。別にそんなこと。そうですね。だろう？そういえば、
思い出したことがある。思い出したことです？うむ、実は昔とある霊嬢と私との縁談の話が両親に来ていてな、引きこもって部屋を一歩も出ず呪いの人形を作るような恐ろしい霊嬢、そんな噂が立つような相手だったため、絶対に断るよう両親を説得したのだ。へえ、恐ろしい相手ですね。あ、でも引きこもりってとこは共感しますけど。いや、その噂の霊嬢は君だよ。バーリ家の娘だった。それを思い出した。なんですと？呪いの人形って何の話ですか？確か君は刺繍が得意だったろ。人形でも作っていたのではないかね。人形は作ってましたけど、可愛いやつです。食虫植物とか。聞かぬが花だったな。ん？食虫花も作ってましたよ。いや、いい。ともかくその縁談、君が相手だと知っていれば受けていてもよかったかもしれないと思ってな。本気ですか？何が目的で、どんな企みがあると？目的も何も君をこの目で見知ったからだが。そうですか。へえ、フェルディナンドさんが私を。なんだか暑いですね。熱いお茶を飲んでいるからでしょうか。急にもごもごとどうしたのだね。ま、昔の話だ。昔の話？あ、今の私たちは大いなる目的のために戦う仲間同士だ。私にはもう親もいないし、親同士の取り決めなど無意味だろう。そうですね。それに縁談で結ばれていたら今のこの関係も気づかれなかったかもしれない。あ、それは思います。きっと仲良くなれませんでしたね。どうせ親の決めた結婚と諦めてもっと引きこもってしまっていたかも。ならば呪いの人形姫から逃げた判断は間違いではなかったということだな。またその話を。呪いの人形なんて作ってません。まあいいではないか。君とこの大修道院で出会えてよかったよ。それでは私は先に行くとするか。またお茶を楽しもう、ベル。あ、はい、また。私もあなたにここで出会えてよかったですよ。ベルナデッタ、なんでそんな怒ってんだ？よくわからねえが許してくれ。よくわからない？散々ベルを恥ずかしめておいてわかりません？恥ずかしめるってなんだよ。俺何もしてねえよ。したじゃないですか。大きいことも小さいこともいっぱい。一番はあれです。私を担いで二度も瀕死の重傷を。担いで？まさか忘れたとは言わせませんよ。あの素敵な夕焼けの場所です。あそこか。すごかっただろう。なんで怒るんだ？あなたがベルを荷物みたいに運んで苦しめたからでしょう。そうだったのか。そうだったのか。じゃない、踏んづかまれる女の子の身になってください。悪かった、俺全然気にしてなかったよ。お前にすげえ景色見せてやろうってそれしか考えてなかったから、本当悪かったな。分かればいいんです。あ、分かったぜ。そうだ、お詫びに何でもするから言ってくれ。この気持ちが本物だってお前に分かってほしいんだ。
そうですね。なら、またあの場所に連れて行ってほしいです。でも、二つ約束してください。なんだ？担ぐのも引っ張るのも押すのもなしです。優しくですよ。ああ、約束する。でも、今ので三つなかったか？今ので一つです。優しくするんです。わかったぜ。もう一つはなんだよ？あの場所に連れてくのは私だけにしてください。それもわかった、約束だ。でも、なんでそんな約束？ほら、お詫びだって言うなら早く連れて行ってください。おう、任せとけ。おお、間に合ったか。鮮やかな夕焼けだな。あの日見た景色ですね。日差しが引きこもりの肌にしみる。なんだよそれ。お前引きこもりにも程があんぞ。よし、これからは俺がいろんなとこに連れてってやる。ちゃんと優しく連れてくし、連れてくのはお前だけにするよ。それでいいだろ？なんで？はい、つかものですが、よろしくお願いします。なんだよその挨拶。